ドイツと日本からお届けする姉妹カンパニー。今日は人生を変えるために今できることをお伝えしたいと思います。はい、私はね、手帳講師でもあって、ちっか手帳っていうのを愛用してるんやけど、うん、そこってこう、ウィークリーって言って、まあ、24時間のさ、縦軸の、うんうんうん、ね、なんかや毎日のこうスケジュールを書く欄とかがあるんやけど、うん、なんかこう得てしてさ、やっぱ人っていうのさ、もう毎日繰り返しは同じ、うん、うん、そうね、うん、で、うん、結局はその今が変わらなければ未来も変わらないっていうことなんやけど、うんうんうん、っていうことを今を変えていくっていうね、ことが必要になってくるんやけど、うん、うん、まあだからこそ一番今すぐできることって言ったら、その毎日の習慣を変えることやね。うん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 。いろんな習慣が今入ってるかもしれへんけど、うん、なんかこうどうでもいい時間もあったりするやん。あるある。うん。うん。なんかこうあっちゃー思うときあるもん。そうそう。記憶ないわぐらいのさ。うん、うん、うんうんうん。まあでもそういうときに、例えばこう自分がまあ将来こんな風になりたいとかさ。うん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 。ね、うんうん。それとか例えば、まあ、ヒールを、年いってもヒールを履きたいってなったら、今から多分やっぱり体作りって重要になってくるやん。うん、せやな。うん。なんかもう気づいてこうガタガタなって、もうあっちこっち痛いって言ってからやるんじゃなくてさ。うんうんうん。うん、今からやもんな。なんかそうそうそう。そうやって、うん、まあ毎日の習慣、うん、うん。何でもいいね。ウォーキング入れるとか、うん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 。今までやってないことでもいいよね。うん、うん、なんかこう、あ、やろうかなと思ってたけど、うん、なんかそんな今すぐでもないから、ちょっと後回しにしてた、うん、なんかこう、未来がこう、うん、豊かになるような、ね、習慣を、うんうんうん、まあ本当に入れていくっていうのが、未来が変わる一つでもあるんだけど、うん、そうなると、うんうんうん、なんかこう、やること増えるやん。うん、あ、増える増える。そう、うん。で、だからみんなこう、挫折すんねんな、こう。続けあ3日坊主あいっぱいいっぱいになっちゃうもんな。そう。なんか毎日やることリストをもうこなさなあかんってなるから、うんうんうん、疲れてくるな。やっぱり、うん、やらないことも決めていかなあかん。その後。うん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 。うん、確かに。なんかこう習慣化していくときにね。うん。で、そうすることによって、どんどんこう毎日の質が上がっていくよね。うん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 。で、自分がやりたいことっていうので埋め尽くされていくやんか。うん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 、そうして最初はすごいなんていうかさ、習慣化したいって言ってて、なかなかこう続かなかったことが、うん、毎日毎日やることによっていずれ歯磨きレベルになるやん、うんうん、そうやな、もう何も考えなくてもできるようになる、うん、うん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 、でこうやったらまた新しい習慣をまた考えたらさ、うん、どん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 日常がさ、うんうんうん、アップデートしていく、うん、うんうん、確かに。そうだからこうやってなんかこう螺旋を描くように自分がこう上昇していくっていうのが、うん、イメージして、そう、毎日のこの習慣を変える、うんうん、うん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 、それが結局未来につながっていくからさ、うん、いきなり一瞬でこうなんていうのこうじゃーんみたいで変わられへんみたいな、うんうんうん、そりゃそうや、うん、そう、でも本当今すぐできること、うん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 、だから、なんか今ちょうどね、コロナとかで時間があるかもしれないので、うん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 、なんかずっと取り掛かりたかったこととか、うんうんうん、始めるチャンスかもね。そうそうそう、うん、後回しにしてたこととかを、ぜひとも、うんうん、毎日、うん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 、やって、ね、ちっちゃいことでもいいやしな、そうそうそう、全然全然、うんうん、家の中でな、できること、そうそうそう、本読むとかでもいいし、うん、うん。うんマッサージするとかでもいいやん。なんかこう、肩甲骨、まぁ、ちょっと私が肩甲骨が気になるから回してみるとかでも、全然、それとか開脚したいとかでもいいかもしれへんわ。うんうん、確かに、確かに。そうすると、だってさ、年いった時にさ、柔軟な体ってめちゃめちゃいいからさ。ああ、そらそうや。うん。でも、得てして人っていうのは、トゥードゥーに追われるから、やらなければならないことに、目の前のことで、慌ただしくもう終わってしまう。で、今日も終わった。出て気づいたら12月よ。そうや。今年も終わった。うん。何も変わってない。みたいな。そう。っていうふうになりがちなので、うん、いいともね。まあ、私は本当手帳に書くことをお勧めしているんで、うん、自分の習慣化したいことっていうのは手帳に書いて、うん、
ぜひともいろんな、うん、今までできなかったことをどんどん歯磨きレベルにして、うんうん、日常の質を上げて、うん、人生を変えていっていただきたいなと。うん、そうやね。はい、思ってます。はい。ぜひ参考にしていただければと思います。はい。今日もお聞きいただきありがとうございました。はい。ありがとうございました。姉妹カンパニーのチャンネル登録よろしくお願いします。